はい、こんにちは、116インズです。最近ちょっとマリナーズ関連の動画が続いていますが、多分次は別の話題となる予定なので、もう少しだけお付き合いいただけると幸いです。ただでさえ選手層がペラペラのマリナーズですが、今月は本当に怪我人が相次いでいまして、今月故障者リストに入った選手だけでご覧の通り。ミドルトン、フランスはこの間戻ってきましたが、サドラーやムーア、ホワイトといったところは復帰時期が明らかになっていませんし、またこんな状況下でコロナ陽性反応が出た選手がいたようで、誰がかかったのかは不明ですが、ブルペンの選手が一時5人も故障者リストに入ってしまいました。しかも今季重要な役回りを任されているベスト、ステッケンライダー、ミセビッチ、グレーブマン、ダガーと今抜けたら困るような選手たちばかりで、ブルペンのやりくりもかなり苦労している状況です。選手層の薄さは開幕前から一部で指摘されていたところではありましたが、さすがにこれだけ一気に故障者リストに入る事態に備えておくのはちょっと難しいですし、当面の間はどうにか今いるメンバーでしのいでいくしかなさそうですね。いやー、非常に苦しい。そういった故障者が多いチーム状況にありますので、今月のマリナーズはマイナー契約やウェーバーなどで選手をかき集めていまして、すでに何人か MLB にも昇格しています。その中の一人が34歳のエリック・キャンベル。キャンベルは先週5月21日、ちょうどチーム内でコロナの陽性反応が出て、一気に選手の入れ替えが生じたパドレス戦に合わせて昇格してきましたが、5月12日にマイナー契約を結んだばかりですので、1週間ちょっとで昇格にこぎつけるというかなりのスピード昇格になりました。トリプル A では17打数6安打とそれなりに結果も出ていましたので、チームの緊急事態にとりあえず上げても調子の面でも問題ないだろうという判断だったんでしょうか。2014年から2016年までの3シーズンメッツでプレーしていた選手ですが、その3年間では特に目立った成績は残せず、以降の MLB 昇格はゼロ。今回が5年ぶりのメジャーということになりましたが、昇格して早速代打で出場すると、パドレスのクリス・パダックからヒットを放つというシーンもありました。ドタバタでの5年ぶり復帰となりましたが、すぐに結果が出たのは良かったですね。で、このキャンベルという選手、もしかしたら名前に聞き覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。おそらくそれは気のせいではないと思われまして、キャンベルは2017年1年間だけではありましたが、阪神でもプレー経験がある選手なんですよね。2016年限りでマウロ・ゴメスが退団し、サードを守ることができる右の長距離砲を探していた阪神はこのキャンベルに目をつけ契約したんですが、ただ腱鞘炎の影響でオープン戦を全休すると、その後もなかなか出番が少なかったり、また期待されていたバッティング面でもアピールができなかったりと、チームが望んでいた大砲という姿からは程遠く、結果21試合の出場で打率1割9分1厘、ホームランはわずかに1本に終わる有様。一軍のレギュラーシーズンが終わる前に帰国する運びとなりました。阪神の外国人野手といいますと、これは私のイメージも多分に含まれていますが、どうしてもファンの期待が高くなりすぎてしまって、開幕してから投手有利な甲子園で苦しんでバッティングで結果を残せないとバッシングを浴びるというのが割とよくあるパターンだと思っていますが、キャンベルの場合はオープン戦にも出ていませんし、戻ってきてからもそもそも出番が多くはなかったので、個人的には影の薄い助っ人外国人の印象がありますね。在籍していたのはなんとなく覚えてるけど、プレーをあまり思い出すことのできないタイプの選手のように思います。で、阪神でのプレー後、キャンベルはどうなったのかと言いますと、 MLB 復帰を目指してマーリンズとマイナー契約を結んだんですね。マーリンズのマイナーではしっかりと結果を残しまして、95試合の出場でホームランこそ6本止まりでしたが、打率3割1分3厘、 OPS 8割6分5厘で AAA のオールスターにも選出されています。ただそれでも MLB 昇格とはならず、2018年オフに今度はアスレチックスとマイナー契約を結び、ここでも94試合で打率2割7分6厘、OPS 8割7分4厘、ホームランも16本とそれなりの成績は残したんですが、またも MLB 昇格には届かず、昨年もアスレチックスに在籍したキャンベルは MLB でプレー可能な60人の枠にも入り、ずっとアスレチックスの代替地でのキャンプで準備はしていましたが、ここでも声がかからず、昨年オフにアスレチックスから FA となっていましたが、所属先も特に決まらないまま今季の開幕を迎えていました。キャンベルに関する話は昨年のオフからずっとない状態でしたので、このまましれっと球界からフェードアウトしていくのかと思われました。すると今年の4月末に大学野球のサマーリーグのチームであるノーウィッチ・シー・ユニコーンズの監督にキャンベルが就任したことがチームから発表されました。ノーウィッチという町はコネティカット州の町なのですが、実はここはキャンベルの出身地でもあり、さらにはシー・ユニコーンズの GM であるデイブ・シャーマー・ホーンはキャンベルの高校時代の元チームメイトということで、おそらくこういったつながりがあったことからこの監督就任につながったんじゃないかと思っています。
地元で指導者としての第二のキャリアを始めることがこの発表で明らかとなり、同時にキャンベルが選手としてのキャリアを終える決断を下したこともまた明らかとなったわけですね。監督就任にあたってキャンベルは地元で第二のキャリアを始めることに対する喜びですとか、これまでの野球人生で培った経験などを若い世代に伝えること、ノーウィッチやコネティカット州南東部の人たちが応援したくなるようなチームにしたいなどのコメントをチームのプレスリリースを通して出していたりと、監督業に対する前向きな姿勢がとても伺えるような内容となっていました。もう選手としての現役生活はおしまい、これからは若い世代を育てていくことに注力するものだとてっきり思っていましたが、ここから1ヶ月も経たないうちにキャンベルのキャリアはまた大きく動き出すのでした。そのきっかけとなったのがキャンベルの監督就任が発表されて2週間も経たないうちにマリナーズが彼に対して選手としてのマイナー契約を提示したんですね。この時チームはフランスが4月に肘に受けたデッドボールの影響を引きずっていたのか絶不調に陥っていて、またエヴァン・ホワイト、ホセ・マーモレイオスも打撃が全く振るわず、ただ海洋にも他にファーストを守る選手もチーム内にいなかったことから、キャンベルをとりあえずマイナー契約で確保しておこうと動いたんだと思われますが、監督になったばかりの人にマイナー契約を提示しなければならないくらいにはマリナーズはピンチに陥っていたとも言えるでしょうか。彼自身も監督を引き受けたばかりということで、マイナー契約を提示された際にはそこへの影響も一応考えたそうなんですが、ただ最終的にはそこまで迷わずにマリナーズとの契約を結ぶことを決意。ここには選手を辞めなければならない日が来るまでできる限り長くプレーを続けなさいと昔誰かに言われたことが心の中に残っていたことが影響したそうですね。現役復帰したキャンベルは早速マリナーズのトリプル A タコマレイニアズに合流しました。するとキャンベルにとっては追い風が吹き始めます。キャンベルが契約を結んだわずか2日後にフランスとホワイトが一斉に故障者リストに入ってしまい、マーモレイオスがしばらくファーストでレギュラー起用されましたが、全く打撃が上向かなかったためついに DFA、 あっという間にキャンベルに出番が回ってくることとなりました。2018年はトリプル A でオールスターに選ばれながらも遠かった MLB の舞台でしたが、うまくいくときはこうもあっさりといくもんなんですね。キャンベル自身もとにかくタイミングが良かったということはコメントしていましたが、本当にあのタイミングでマリナーズからマイナー契約を受けて即決し、マイナーですぐに結果を残して、そして5年ぶりの MLB 復帰が叶ったわけですから、もう一度選手として挑戦した甲斐がありましたよね。フランスは先日故障者リストから復帰しましたが、ホワイトの復帰の目処が全く立っていませんので、もちろんこれはチームが決めることなので最終的にどうなるかは分かりませんが、おそらくキャンベルはしばらく MLB に残れるんじゃないかなと思っています。ぜひキャンベルを現役復帰に導いた誰かの言葉通り、できる限り長くプレーが続けられるような活躍を見せてほしいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。